おはようございます。4月26日金曜日の東京インフォメーションです。九都県市では暑さが本格化する前に省エネ・節電などの地球温暖化対策への取り組みを呼びかけます。九都県市は来月1日水曜日から各都県市で一斉にエコなライフスタイルの実践・行動キャンペーンを呼びかけます。都ではこのキャンペーンに合わせて電力を減らす・作る・貯める HTT をキーワードに、東京クールホーム&ビズと東京ウォームホーム&ビズを呼びかけるとしています。豊かな自然と魅力的なスポットがあふれる多摩エリアを毎週紹介する特別企画、たまにはプラット。今回は高尾山をより楽しむことができるスポットです。都心から少し足を伸ばせば、そこは豊かな自然と魅力的なスポットがあふれる多摩エリア。たまにはプラット。今回訪れたのは八王子市。ミシュラン観光ガイドで三つ星に認定され、都民の憩いの山として愛される高尾山からは四季折々の東京が一望できます。京王線高尾山口駅から登山道へと向かう道には茶屋やお土産屋が立ち並び、登山客を出迎えます。あ、高尾まんじゅうって書いてある。もしかして名物なのかな。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、美味しそう。すごい、いろいろある。明治30年代創業の有機堂。登山客に人気のこのお店には1日に1万個も売れたことがある名物が。こちらのおまんじゅうが、ね、高尾まんじゅう、はい、奥の工場でできたものの販売となります。出来たてなんですか。そうです。一ついただけますか。はい、ありがとうございます。すごい暖かくてホクホクで美味しい。わ、これなんか登った後に山頂で食べたいな。この通りには高尾599ミュージアム。なんだろう。気になる建物を見つけました。すごい。あ、すごい綺麗。おー、広い。高尾山の標高から名前を取った高尾599ミュージアム。どんなものが展示されているのでしょう。あ、これは標本。あ、これ高尾山にいる昆虫。高尾山に生息する昆虫や植物の標本を300種類以上展示。動植物の展示などを通して高尾山の魅力を発信しています。剥製を展示するエリアにはまるで生きているかのような動物たちが。高尾山への好奇心をかきたてられます。そしてここでしか見られない展示方法も。暗くなった。あ、すごい。プロジェクションマッピングか。あ、綺麗。オリジナルのアニメーションで高尾山の四季を体感することができます。生命力あふれる高尾山の魅力を
再発見してみませんか。はい、高尾山に登る前にぜひ立ち寄ってみてください。ここまで東京インフォメーションでした。